はい、いってらっしゃい。はい。はい、いってらっしゃい。ねえ。あ、なんか同じようなやつ乗ってる人いる。ああ、本当だ。あれ同じやつ。後ろのやつはでもあれ行動走っちゃダメなやつだね、あれね。行動走っちゃダメな人ですよ、あれは。おお。初めて見た。そう、電動キックボードね。なんかなかったの。あれはね、本当だ。あれも行動走っちゃダメなやつだね。多いね、こっちの方は。そうね、まあ気持ちはわかるけどね、やっぱりナンバー付きじゃないと行動走っちゃダメだからね。お、立ち乗りしてる。なんかすごく楽しそうなんだけど。ちゃんと車もね、先にスルーさせて。やっぱり上手だね。上手だ。うん。なんか普段原付とか乗ってるね。はいはいはい。ちゃんと押して歩いてきてるし。ね、ちゃんとマナー守ってる感じだね。はい、お疲れ様。どうだった感想は。いや、なんか2台ぐらい同じのに抜かれたんで。ああね、流行ってますね。あれはね、でも本当はね、行動走っちゃダメなやつはナンバーついてないから。そうなんですか。うん、ここ一般行動だからね、ナンバー付きじゃないと本当はダメなんだけど。2台走ってたら、しかも立ち乗りでスイスイと抜か2台抜かれたっていう。ああまあね、まあしょうがないね。立ち乗りもトライしてね。立ち乗りトライしてる。じゃあちょっとこれ持ってて。あ、そうそう、立ち乗りの場合はね、それをそのままほっとけばいい。うん、取ることもできるけど、取っちゃうとナンバーがさ、つける場所なくなっちゃうから。お、やべ、抜けた。上げすぎました。上げすぎた。ちょっと待ってね。ちょっとこう椅子押さえといて、椅子。やべやべやべ。こんなもんかな。どう？なんか他の人も意外とこう下の位置でやってました。うん。もう早速この立ち乗りはちょっとこうスタートしてから立てばいいですね。まあ初めから立っててもいいし、座っててから立っててもいいし、自由に。うん。まあちょっと立ったまま行って。まあ無理しないようにね。バイクが行ったらしようかな。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。ああ、1台行かしちゃおうか。ああ、本当はね、もっとね、交通量少ないところでね、練習させた方は、なかなかこうね、会える機会がないから。はい、行ってらっしゃい。はい。あ、立った立った。立ち乗りしてるよ。うん、立ち乗りも素晴らしい安定感。あ、座った。あ、立った。てると安定がちょっと難しいのかな。どうだろうね。帰ってきた。帰ってきた。お。後ろ。左で見づらいのかな。そう。まあ座りポジションと立ち乗りポジションでね。肉眼で見てるもん。うん、まあでもそれって大事だから。あ、うん、結局ミラーでね、車の人がなんだそれみたいな感じで見てた今。みたいな。おかえりなさい。はい、おかえりなさい。はい。どうだった？不思議？不思議な感じですね。不思議な感じでしょ。結構面白いでしょ。うん。軽いですね、でも、うん、なかなか欲しくなっちゃう。いいですね。もしご購入の際はビークルファンさんに藤本動画を見たでね、何かしらのサービスをしてくれるという約束が
取り付けてあるんで、もし購入の際は。わかりました、うん、はい。どう、まだ走りたい、走りたいんだったら乗ってもいいけど、逆にもっと向こうの方とか行ってみたら、同じとこも、まあ慣れてるとこの方がいいか、でも初めてだと。そうですね、うん、ちょうどね、あの先にこうグリーって、まあ、あの突き当たりまで行かないで右にこうグーって展開するところがあって、あ、そこ回ると教習所みたいで。なるほどね、いい感じです、はいはい。また行きますか、藤本さん行きますか、撮りますか。なんか立ち乗りだけど途中で座っちゃいましたけどね。あ、じゃちょっとちょっと交代して今度俺走ってこようかな。じゃあ立ち乗りって難しいよね。いや、慣れっていうか別にそんなに足つけたくなっちゃって、うん、なんかスラックとかお尻を乗せているという、うん、じゃあちょっと俺が行ってこようかな。ちょっと結構行ってくる。いや、うん、そうね、先ぐらいまでかな。はい、楽しみ。ちょっとモードさんにして、タクシーが今後ろいるので。あー、モードさんは急発進モード、割とちょっとパワフルモードね。じゃあ行ってくる、ね、うん、行ってらっしゃい、気をつけて気をつけてちょっとズームにするの忘れてた今あ、ズーム難しい。このぐらいの位置で見ると、なんか不思議な姿だったんですよね、立ってるとね楽しそう。でも見てる分には、うん、このまま撮ってようかな。ぜひ僕アシスタントの A ちゃんは A ちゃんは報道走れないんで、視聴回数が伸びるっていう噂なんですけど、報道走れないな免許持ってない。免許欲しくなってくる、これを見てると。免許取らないと、原付の免許の勉強がすごい難しくて。ですよ、もう決まったのが出るんで。決まったのが出る。あのサミズの運転試験場の前のあの書類屋さん作ってくれとか言うと、くれるんですよ、問題を。それ100問ぐらい。そう、あ、100問って決まってれば暗記はできる。ああ、いや、その中のどれかみたいな。そっか、じゃあちょっともう一回勉強しよう。暗記だけど。怖い、ちょっと貞子みたいな。あ、え、向こう行くんだ。やっぱり戻ってこない。なんかすごくいつもより気合い入れて乗ってるのが分かりますね。多分僕はの前でちょっといいところを見せようっていう。そんな感じ。いつももっとなんか姿勢悪い感じで。若干エンド気味に、なんかでもね、エンド気味になりますわなんとなく。いや、でもすごいフォームとかも綺麗だった。バーバさん、とっても綺麗でした。僕ですか、はい、ありがとうございます。あ、やっぱり3回目もそういうの乗ってるのが上手。立ち乗りもすごい。あ、思った。あれ、あの見えないところで座ってたんですよ、ずっとね。そろそろ近いのやつだと思った。別に座って乗ればいいんで、そんなにいい話。なんか、両足を揃えるから、うん、こうちょっとバランス感覚。立ち乗りはなんかちょっと慣れ必要な感じがする。そうか、あれだと。そう、足揃えられないから、はい、それだったかな。ほら、本当に戻ってこない。召喚どこ行ったの。召喚パトカーの方に多分行ったよね。糸の切れてタコみたいにね。橋の向こうまで行っちゃったんじゃない。本当にどこ行っちゃったかなっていうぐらい戻ってこないんで、だんだん心配になってきた。ちょっと見に行ってきましたね。それで転んでたりとか。一番困るのが録画止めて戻ってきたの気づかないで、なんで撮ってないのとか怒られるとね。あ、間はかなりもうここで編集しちゃってるんだ。切っとくから。ずっと回しとけばいつかね。いつかは戻ってくる。最後中切ってつなげればいいよ。今日はバーバさんいるからこうやって撮れるけど、
つもこう戻ってこない、ただ道路を映してるだけ。シュールですね、それもね。シュールな感じ。交通誘導の人に頼んだね。逆に放置感がありますよね、なんか戻ってこられないじゃあ、ね、でも乗り心地どっちがいいですか、こっちと普通の原付。あ、まあ、あの原付の方がこっちの方がなんか遊んでる感じは遊んでる感じ、こっちの方が面白い。デッキはね、まあ、どっしりしてるから長距離、長距離は難しいんですかね。あ、戻ってきたっぽい。ほう本当にいきなり来るから。この道とか気持ちいいよね。どこまで行ったんですか。結構なかなか戻ったから。橋ずっと渡って。渡ったの。うん、でそのまんま折り返してきて戻ってきた。海岸坂は行けないし。坂も登れる。結構ね、結構登る。まあ、あの登るときは多分10キロとか15キロとかだいぶ、まあ、特に俺なんか体重あるから、だいぶ落ちた。感じだった。今ね、あのモード3の方で撮ってた。さっきモード1で走ってたじゃん。そうそうそう、一番あのハイパワーの。スピードはマックスはね、多分同じだと思う。分かんないけどね、あの乗った感じマックスは同じだけど、あのパワーの出方が違うような、まあ、ちょっと気分のスピードだと若干急発進立って走ってる場合は、まあ、一応法定速度的には20キロで、座ってる場合は30キロ。法定速度、法定速度、もうちょっと出ちゃう。だから出さないように気をつけないように気をつけて走る。でもこういう車とかより他の車にこう流れるのやらない。そうそうそう、まあある程度は、ね、一応俺の高さでこう目線をミラーちょっと合わせてあるから、多分だあのここさ、これでさ、こうやって覗いて目線の高さでこうさ、まあ、多分俺と身長あんまり変わんないから同じくらいだと思うんだけど、で、あのこのサイドスタンドをね、しまうのが普通に。いってらっしゃい。いきますよ。で上のカメラね、もうね、あの電池切れちゃったから気にしなくて形だけで。立ち乗りで、はい、これずれちゃうんだ。あ、いやいや大丈夫、あ、立ち乗りに合わせてある。あ、うん、後ろ来てるよ車。怖がらせる。はい、でウィンカーもね出して、ね、はい、ほらここは今なんかウィーリーしそうになりますね。そうそう、スタンド大丈夫ね。はい、ウィンカーも大丈夫だね。はい、あ、今ねモード3になってんだけど、どうする、モード3から1に変える。またとりあえず2にする。2にする。あ、じゃあちょっと持ってて、1回2に、いきなり1から3よりは、まあ、段階踏んで2にしようか。今モード2、うん、さっきよりはパワフルだよ、ちょこっとだけ。でも、うん、一回スピード出しちゃえば。そうそうそう、はい、いってらっしゃい。お、立ち乗りね。水底が、あ、大丈夫か。おう、うん、すごいね。あ、危ない。ちゃんと難なく来る。結構交通量多いからね。大変だっただろう。あ、立ち乗りだ、すごい。立ち乗り。ちゃんと立ち乗り厳しい。あ、すごいね。うん、よし。あ、行ったよ。
でもなぜかバスのバスの停留所まで。お、ちゃんと様になってるね。はいはいはい。かっこいい。まあ、このね、このなんだっけ、江ノ島大橋。江ノ島大橋を立ち乗りで、颯爽と立ち乗りでね、渡ってったね。